5日目に名古屋行って、で名古屋でもとりあえずどうしようと思って、とりあえずお金はちょっと借りれたから、多分今日もカプセルホテルだろうな、まあいろいろ飯食って名古屋城も行って、3度目のちっちゃい二宮金次郎カプセルホテル泊まって初めて、なんかドラえもんの気分になった感じだったけど、で6日目に静岡行って、でなんか静岡でもなんか男の人が駅の前にずっと立ってて、まあその人に声かけて、で一緒に飯食って、駅で声かけた変な人です。飛ばしたやん、ファイヤー、やばくない？で、その人の家にはまあ泊まることはできなかったけど、結果満喫に泊まって、今満喫です、疲れた、とりあえず寝ます。最終日することないな、どこ行こうかな、歩いてたら城に到着、でかいな。今から夜行バスで帰ります。楽しめたとは思います。多分俺一番楽しめることになるんじゃないかな。大阪当てたのが結構強かったし、結果大阪、和歌山、京都、名古屋、静岡5ついてますからね。本当人の温かさだったり、まあ、お金貸してくれるのがまずすごいなと思って、まあ、すごいそれで助かったんですけど、本当人のぬくもりというか、なんていうか、もう俺もこれ次からはなんかこういうのをね誰かに伝えたり、俺もやっていこうかなと困ってる人いたらすぐ助けてあげようっていう。電車使ったし、めっちゃ歩いたもんな、ね、これ普通なんだろうけど、地下鉄の乗り方はもう完璧っすね。あとはまあ初心を取り戻して、まっすぐタクシーとか使うんじゃなくて、まあ、やっぱね足があるんだから歩いていこうかなと思います。今回のその研修で出会った人たちがもうみんないい人すぎて、そのほんと自分いい人って思ってたけど全然いい人じゃねえなと、ほんと今回出会った人すごいいい人だったな。こんなわけのわかんない人にいきなり声かけられて助けてくれるなんて、まずねそうないと思うし、なんですごい人の温かさを知れました。自分を見つめ直す時間はすごいあったし、いろいろね一人で公園とかで考えてて、まあまだ俺全然頑張ってねえなと、もっといろいろ頑張ることできるなってすげえ思ったし、まあ、いい研修だと思いました。今回の研修で助けてくれた方々本当にありがとうございました。本当に皆さんのおかげで無事東京にたどり着くことができました。今回、ね、学んだことをこれからの糧にし、そのいろいろ頑張っていきたいと思いますんで、まあね、連絡先も交換したし、
本当に東京来た時はすぐ連絡ください。で、ね、多分今後絶対忘れることないと思うんで、むしろ多分忘れることのできない、もうすごい貴重ないい経験だったんで、本当にありがとうございました。この方は必ず返させていただきます。はい、ということで、もうこれ終わったな。あ、夜行バスで乗ります。